はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエストビルダーズ2、続きやっていきたいと思います。今、ゴージャスプールっていうのを作ってまして、あと、金をね、探そうとしてるんですけど、今、また敵が来たようなんでね、シドウにもね、鉄の斧を装備させました。フルコ、どうやらまた魔物どもが攻めてくるみたいだぜ。教団の奴ら、俺たちが鉱石を掘って街を作ってるのがどうしても許せないらしいな。さっさと帰り道にしやろうぜ。さあ、戦いの準備はいいか？よし。ははは、いい返事だ。ゴルドも準備はいいのか？お、俺、この町守る。ペロもみんなも俺守る。よし、じゃあやってやろうぜ。ある程度できたらね、定期的に襲ってくる感じだと思うんですけど。うわー、いっぱい来たなー。これ荒くれだらけなんだよね。これって、関係ないよね。炸裂ハンマー的な。28体来るんだ。ほら。あ、なんか来た。粛清だとか書いてってる。破壊力上げてきた。破壊力上げても攻撃力上がんないのかな。これ来てくれるとね、ちょっと嬉しいんだよね。レベル上がるから。まあ、16だもんね。2つ、L と A。え、サイドじゃねえな。この次に使った方がいいんですよ。1000くらいダメージに来ましたよね。見間違いかなと思ったら見間違いでもなさそうなんだ。ほら。ね、850とか意味わかんないダメージって。結構 HP あんだな、そう考えたら敵。最後だもんね。よし、よし。チクショウメ、またしても教団の連中に襲われちまったな。それにしてもセルジ、オンバ、それにアーマン、お前たちはどうして戦わないんだ？ペロはあんな防御力が低い服で戦ってるのに、たまにはお前たちも戦えよ。バーは壊れても直せます。でも命は一つしかないんですよ。命あっての物種です。シドウ、怒らないであげて。人には向き不向きがあるし、怖い魔物と無理に戦えとは言えないわ。それに大丈夫よ。私がフルコやシドウと一緒にみんなの分まで魔物をやっつけるから。さあ、とにかく今は金を探すことが先決よ。ゴルドンに心当たりがあるのよね。午後、そうだった。まずフルコにこれやる。なんだ。笛のかけら。あ、なんか言ってたね。やまびこの笛がどうとかって。それ大切な笛のかけら。ついにそれ渡すとき来た。もう一つのかけらあればすごい笛できる。その笛求めるものがある場所を指し示す。求めるものがある場所を指し示すか。その笛を吹けば金の場所がわかるのね。それじゃあ金を探す前に笛のかけら探しだな。笛のかけらってどこにあるの？じゃあ。お、おばあさん。ふるこちゃん、あの笛のかけらが欲しいんでしょ？近おばさんの私に任せてちょうだい。実は私、地下の奥深くですごい笛が祀られてるって話を聞いたの。行ってみる価値があると思うわ。地下の奥深くか、ひょっとしたらあそこかもしれないぞ。フルコ、先に行って様子を見てくるぞ。準備ができたら俺らのとこに来るんだぞ。なんかすごいのあったような気ですけど、フルコ。笛のかけら探しに地下に行くのね。これあげる。やった。肉だ。あ、ハンバーグか。うまくできてるかわからないけど、行動でお腹が空いたら食べてね。よし。行動で笛のかけらを探すなら、まず、マッシモちゃんのところに行くのよ。マッシモちゃんにはきっと行動仮想の昇降基地にワープすればすぐに会えるわよ。何でも知ってんだみたいな。マッシモちゃん会いましょうか。これだよね。善は急げ。今回はさらなる活躍を見せるべき時が。あんなとこ行ってねえわ。おお、来たか、フルコ。ここがオイラが話してた例の笛のかけらがありそうな心当たりの場所だぞ。なんでこんなわかるんだろうね。この岩の壁の奥にきっとお宝がある空間が広がってる。オイラの花がお宝石を捉えたんだぞ。盗賊だな、これ。
頼むぞフルコ、道を遮る岩の壁をお前のハンマーでぶっ壊すんだぞ。すげえの覚えたからね。炸裂ハンマー、ドー、紐とか取り放題だねこれね。おお、さすがだぞフルコ、見事に岩を壊したぞ。確かに奥に何かありそうだ。フルコ、このまま進んでみようぜ。銀の鉱脈を探す笛を見つけるためだぞ。怖いけどオイラもついていくぞ。よし、行きましょうか。もうモンスターも戦いたいけどね、レベルも上げないとまずいかな。ハンマー覚えたからいいよね。料理も作っときたいな。まあそれはまた裏でやりましょう。お、なんかあんなあそこ。神殿？おお、地下にこんなでかい建物があるなんて。これが噂の神殿ってやつか。おいら思い出したぞ、これは大昔ビルダーが作った神殿だぞ。きっと地震で地面に埋まったんだぞ。おお、じゃあこれも話しに行く、イニシエのビルダーってやつか。ははは、だがどうやらこれだけでかい建物はさすがの行団も壊せなかったみたいだな。オンバが言ってた、笛のかけらがある場所に間違いなさそうだ。早速行ってみようぜ。おいら怖くてガクガクブルブルだぞ。お前らこんな怪しい建物に入る気か。体の震えを自分の口で言うなんてお前よっぽど怖いんだな。まあ無理には言わしなくていいぜ。だったらあとは任せたぞ。中で笛のかけらを手に入れて戻ってくるんだぞ。おいらはその間に手前の入り口の穴を広げておいてやるぞ。心置きなく笛のかけらを探すんだぞ。よし、とりあえずね、このね、オッカムル島まではちょっと早いうちクリアしたいんだよね。古代神殿、さて、なんだここ、なんだここは。すごい建物じゃないか、地下にこんな場所があるなんてな。こういう場所は怪しい仕掛けや謎がありそうだ。なかなか面白そうだぜ。おいフルコ、あれ見ろよ。なんだなんだなんだ、動く石像っぽいのがいるけど。石像、他のところに石像が並んでやがるのに、あの2箇所にだけ石像がないな。これは怪しい匂いがするぜ。俺の勘だが、あの2箇所に石像を置けば何か起きるんじゃないか。ん、おいフルコ、来てみろよ、この扉開くみたいだぜ。なんだこれか。赤き板で赤き箱を引き寄せよ。青き床に赤き箱を運ぶのだ。さすれば道は開かれ。赤い板で青い箱を引き寄せる、一体何のことだ。なんかあったのねこれね。神殿の奥に進めそうだな。赤いのを調べてどうにかしてみろよ。赤いのを調べ、あ、なるほど、赤いので引き、あー分かった、こういうことね。この鍵、なんだこれ。それは扉の鍵か。その鍵があればあそこの扉を開けそうだな。あれか、もっと奥に進んでみようぜ。あの広場の奥に石像を探すんだ。はい、扉壊したよね。うわっ、この扉欲しいんだけど。もらえんじゃん。タホドラキ。ここは？おう、バカ野郎倒す。
これは引き寄せて、なんかこれもう置けんじゃん。なんだよ。それは分かんなかった。あーんだ、こんなことできんじゃん。引き寄せるでしょ。で、引き寄せる。で、ここに置けばいいんだ。あ、違う、それじゃない。違う。ここに置いて、引き寄せる。引き寄せる。あ、なるほど。これ止めればいいんだ。そういうことね。そういうこともできるんだ。はい、鍵。あー、大変だな。絶対扉の持ち方間違ってるけど、これどっちだ？あー、宝があるな。なんだ。古代遺跡の額に。もう全部スルー。もうなんかありそうだけどな。なんだこれ。お、石像。持っていけんのか。お、その鍵、今までの鍵と違うみたいだな。金の鍵か。ここまでこんな鍵を使う扉あったか。一度神殿の入り口まで戻ってみようぜ。石像は一つ手に入った。その鍵で扉を開けて進めばきっともう一つの石像があるはずだ。そういうことだ。まさかまさかの動く石像を持っていく。もう動く石像じゃないけど、え、そう、同じところに落ちたな。怪我はないかフルコ。ち、魔物どもがうようよやがるな。フルコ、あいつら俺に任せて、お前は出口を探すんだ。え、ダメだったの。え、出口を探さない。出口あるけど、あるけど、これで開けれるのかな。鍵が合わない。鍵を開ける術を探すべし。扉を開ける術だと。ひょっとしてこの鍵のことか。もしまだ持ってないなら辺りを探しみるよ。こんなとこ早く脱出しようぜ。なんかあんのか、ここのどっかに。あった。これか。よし。で、石像を持って逃げると。で、逃げましょう。で、これどこだ。最初のどこだ。あ、なるほどね。石像を置けばいいんだ、これで。OK。これでもう一個開ければいいんだね。さっきよりじゃ難しいのか、これ。お、3色か。
お、石人形。し、こいつやけに硬いな。まるで石みたいだぜ。剣や斧は効かないみたいだ。ひょっとするとここはビルダーの出番かな。なんだビルダーの出番。ハンマーもしかして。ほら、おお、そういうことか。102とか聞いたわ。さあ、待て待て待て、炸裂ハンマー。ああ。ダメ、普通に攻撃した方がいいよ。もう一度やらないので。いいよ。ハンマーは効くんだね。効かねえだろうね。貯めとこう、これもったいないか。石け。まさかハンマーとは。それはそうでしょ。ビルダーって言ってね、ビルダーしかできないのって今なんかあるかなと思ったらハンマーしかなかったね。おお、もう夕方だ。本日の、マジかい。またこのタイミングかよ。まあね、ここに戻してくれる機能はいいですよね。よし、ここ終わったらもう今回結構長かったね。そしたら金の鉱脈いけんじゃないかなと思うんですけど、どうなんだろうね。山彦の笛取って、なんか反響とかするんじゃないかな。はい。まあ、ワープで来れるからいいけどね。よし、石野郎をなんとかぶっ壊せたな。どうやら石でできた魔物にはビルダーのハンマーが効くらしい。奴らがまた出てきたら頼むぜ。またいんの？フルコ、奥にまだ鍵付きの扉があるぜ。宝箱の中に鍵はないか？ああ、あるだろうね、それはね。お、爆弾。これも効くんじゃない？お、金の鍵。よし、行きましょうか。あと、その前に、絶対爆弾効くよね。ここなんだ。なんだこれ、ドラゴンの骨あんじゃん。これ壊せない？あ、竜族の骨。これは？赤き板で赤き箱を引き寄せよ。青き床に赤き箱を運ぶのだ。水は引き合う力を阻むもの。水源はブロックで囲み、せき止めるべし。おいよ、またこの仕掛けかよ。今度は水ってわけだ。この水を止めればいいのか。だが、カーキの粒じゃダメだろうしな。どうする、風光。なんか、せき止めるって言ったね、今ね。ってことは、ブロックどっかにあるの？敵止まったじゃないですか。まあまあいいや。引っ張ればいいんだから。引き寄せる。引き寄せる。で、こっちを引き寄せて、ここか。なるほどね。ん？違う。間違えた。引き寄せる。引き寄せるでしょ？で、ここだ。引き寄せる。で、今度こっちを引き寄せれば OK だ。水邪魔してんのか。
よし。謎解きですね、もうちょっとしたね。もう一個ぐらい多分ステージあるよね、ここクリアしたら。お、顔面があるじゃないですか、これもらっときましょう。お、引き返せ。ん、引き返せだと。古子、お前いつからそんな偉そうな口の利き方になったんだ。何喋ったのはこの仮面だと。し、偉そうな仮面だな、無視して進もうぜ。引き返せ、引き返すのだってやつだろ。ね、まあ、それ引き返せ。悪魔の壁飾り、これいい返せ。なんか一つだけ違うけど。お、やっぱり。よっしゃ。わかりやすいね。でもね、ぶっ壊せばいいんだね、あれね。世界中の、あ、でも違う。わかりやすいね、もう何もない。あ、でも、それが隠しなんか。待てよ。ってことはどっか壊せるのか、これ。だって、鍵あるもん。鍵が合わない。あ、あったらいける場所。あ、これだ。おお、またあの石像があったな。これで石像は2体見つけた。最初の広場に戻って台の上に置いてみようぜ。よし、そこまでやっちゃうぞ。最初のどこか、これ。ん？どこ、これ最初のどこか。あー、ちょっと待って、これどこだ。逆じゃねえかよよしよしよし、あとは置いて、あそこか。絶対なんか出てくんな、これ。なんだこの揺れは。おい、古子、石像たちの様子がおかしいぞ。なるほど、そのための爆弾か。爆弾絶対効く、これ。え、効かない。1しか効かない。騙された。ね、ハンマーだよ、こんなの。効かないでしょ。6匹って。あ、でもそんな強くない。石人形の方が強い。動かない、石像。もうこっち任せだね、完全に。こんなの。もうゴリ押しできるわ、こんなの。まあ、ゴリ押しできるけど。運んできてあげたのに。結構経験値持ってるな。まさかまさかの本当に敵だったと。あ、そこになんか宝あるじゃん。お、あそこの宝箱開いたみたいだぞ。知ってみよう。複雑な仕掛けとでかい石像に守られてたんだ。きっとすごいものが入ってるぜ。これ笛だろ。ここに来てブロックないのかい。あ、上からいけんの。お、上のかけら手に入れた。よし、今回は結構探索しましたね。おう、それがゴルドンの元へ上がった山彦の笛の残り半分か。まったく、なんだってこんなでかい建物に大げさにしまい込んであるんだ。まあいい、それをくっつければ金の鉱脈を探せるんだろう。
一応ゴルドのところに戻ろうぜ。そうだね。それを、それがないときついんですよね。まあ子供が夜中見たら泣きそうな仮面が4つ手に入ったので、まあ飾って豪華さでも増えればいいかなとか思ってるんですけど、とりあえず、おっと。午後フルコ、笛のかけら手に入れたのか。俺、思い出した。その笛半分にして俺から奪ったのメドサボールだ。そう。でも何のために?笛があればいろいろなものを探せます。きっと教団にとって邪魔だったんでしょうね。だけどだとしたらどうして半分だけ神殿にしまっておいたのかしら。わからないけど、俺、いつかメドサボール倒す。そのためにゴールドマンに戻りたい。さあ、フルコ、金探すために笛作ってくれ。まあ、笛作ってくれ。まあ、作れるわね、それはね。山彦の笛でしょ。よし。それはここで作れると思うけど、特殊ですよね。お、ビルダー道具、貴重な鉱石を探し出せる。あ、これ風のマント的なものか。よし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 。まあまあまあ、それ山彦の笛じゃない。またまたとんでもないものを作っちゃったわね。フルコちゃんが行ってきた建物は昔地上にあった神殿よ。メドーサボールが地下に沈めたみたい。メドーサボールはね、美しいものや光り輝くものを壊したり石にしたりするらしいの。だからゴルドンちゃんも行動の功績も全部石にしたのよ。みんなに欲望を、絶望を与えるために。あ、この鉱山街の宝石といる私も石にされないように気をつけなくちゃ。そうそう、その笛は求めるものがある場所を探し示すんでしょ。指し示すんでしょ。これで金の鉱脈もきっと見つけ出せるわね。おお、新しいビルダー道具を手に入れたんだな。4つ目か。そこそこ数が増えてきたな。ビルダー道具をうまく使い分けるには A を長押しすると全ての、ああ、まあよくやってますね。山彦の笛を吹けば、坑道にある銀の鉱脈も探せるはずだ。早速坑道の仮装に行ってきてほしい。けどよ、地下は広いし、銀は岩の中にうずもれてるはずだ。闇雲に笛を吹いても見つからねえぜ。そうね、それじゃあまず、地下坑道の仮装、昇降基地の南にある南西坑道あたりで吹いてみたらどうかしら。おいらも、あのあたりはなんとなく金州を感じてたぞ。あのあたりを手当たり次第に掘ってみるぞ。ふふふ、笛を吹く南西坑道には迷わないようにワープできるといいわよ。フルコ。金を探しに行動に行くのね。これを持って行って。お、キノコハンバーグ。あなたなら金の鉱脈を見つけられるわ。でも危険なことはしないでね。よし。あいついつもいつもフルコに食い物を渡してきやがるな。どういうつもりなんだ?あらやだ。シドウちゃんってば乙女心がわからないのね。うふふ、ウブなんだから。くわー、フルコさっさと行ってきやがれ。山彦の笛で金の鉱脈は3つ探すんだ。3つ探す。ああ、そうか。よし。まあ、依頼はないね。よし。ということで。まあ、この顔面、どうしようかな。えい。顔面サロン。ここに置きましょうか。癒しの森だね。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。